こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。雑談のコーナーでございます。もうサブチャンネル自体がめちゃくちゃ久しぶり。存続の危機やで。存続の危機ではないですけど、まあほとんどメインに昇格してしまったんでね。お前で。やることがないというか。お前、俺にやらしてくれ。やれへんやろ。まあ、というわけでちょっと当てもない雑談をね久しぶりにやっていこう。サブらしい、一番サブチャンネルらしいからね、まあね、雑談やっていこうということで、しかもなかなか人気があるね、なぜか雑談が、雑談は、まあまあ、いつも真面目な話ばっかりしてるから、まあ、そういうことですかね。最近どうしたん？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 何してたん？肉離れになってた、背中そのイメージしかない。今年になったら健康の話ばっかりするから、もうそういうのはおじんくさいからやめようって健康じゃなくて、あの肉離れ、マジで痛かった、はいはいはい、もう全然肩とか全然合わない。もう五十肩とか四十肩とかそういうのじゃなくて、首も動かない。おい、これ痛ほんまに痛かった。辛かった。みんな気ぃつけてね。ゆいちゃんなんか最近どうしたの？最近ですか、うん、相変わらず引っこもってますよ。何も引っこもって。二人とも何も僕は広がらない。カメさんが最近どうしてるんですか？僕実は前回撮影6月1日の次の日から沖縄行ってまして。え、マジで？マジで？急遽です。急遽ですね、ミスチルのチケットもらって、沖縄やと、開催が沖縄ライブだ、行くしかないと。へ、あ、そう。次の日もう朝一で飛行機で沖縄行って、その日ライブして、次の日も朝一で帰ってきました。あ、マジで？今日撮影あるから。なんで言ってくれないんですかね。まあ俺も行くのに、うん、前から8列目やったけど。まあ旅行というかもう飛行機行っただけやけど。あ、なるほどね。何も観光もできてないですけどね。あ、そこに行くためだけに行ったんや。そうそうそう。本当は1日ゴルフして帰ってこようかなと思ったんですけど、今日の撮影から考えたら全然間に合わなかったんで。いいですよ、それ言ってくれたらいいのに。いや、ちゃう言ってくれたらずらすのに、その撮影で。そうですか。サバで沖縄行ってましたね。よかったですね。急にもらえるんですか？まあそんな感じですかね。よかったですね。最近の出来事。ちなみにさ、まあ神尾 TV の今の最近、超最近の出来事で言ったらですね、視聴者の皆さん気づいてるか気づいてないかっていうと難しいと思うんですけど、実は照明が変わりました。うん、難しいよ、ね。それ気づいてる人かなりのマニアで。こう照明変わったな。なんとですね、45万円の照明になっております。45万、僕たち今45万円の光に照らされてます。見えてる45万円の光ねえ、なんて高い機材って。まあ今までが安すぎただけなんですけどね、うん、今までが5万ぐらいですよ多分。あ、全部で、全部でね。へ、だからそれに比べると全然違う。あの45万ですから、うん、9倍ぐらいの、はい、なんでそんな高いやつにしたんかなって僕はちょっと分かんないですけど。あの音が出ない照明ってことだね。それノイズがね、うん、出ないやつなんです。でもノイズ出ない照明にしてもいろいろあったと思うんですけど。まあまあどうせ買い替えないプロ機材ということで。あ、なるほどなるほど。今後も10万人チャンネル登録してこいでね、もっとちゃんとやっていこうということで。なるほどなるほど。まあ今も買っといたらね。ああ、まあそうですね、悪いことはないやろうということで、うん、そうですね、今後対応していけたということで。全然音出えへん。すごいわ。でこんだけ撮影が長くなってくるとすごい、今3時間4時間経ってるんですね、うん、するとね、うーんってファンが鳴ってたんですよ、はいはい、今までそれがマイクのノイズになってたんですけれども、うん、今全然音がしない。というわけでちょっと 音質改善という意味込めてね、ちょっと照明変えてみたんですけども、うん、どこまで伝わってるか、いや伝わってないだろう。照明そして音が良くなってるって気づいた人は超マニア。ただ残念ながらクーラーが今ガンガンかけてるんで、クーラーの音でほぼそういうノイズが入ってるんでしょうけどね。ああ、そうかもしれんな。でもこっちの音がね、このマイクで撮れる音がよくなってると思います、うん、はいはいはい、こっちのね。だけど照明もプロ機材ですし、僕たちのつけてピンマイクもプロ機材なんで、あ、だいぶ改善されてきたということですね。だいぶ改善されましたね、かなりですよこれ。こんなここまでやってる人たちあんまいないんじゃないかな、 YouTuber で。 YouTuber でこの辺の機材、まあ、この辺テレビ局で使う機材ですからね、うん、言うてもね。そうだね、うん、もっと良くしたいけどね。もっともっと、まあ出してくれるんだったら、ね、どうぞ。もっともっと神尾 TV が儲かればそれで出しましょう。次はもうプロ用の機材、カメラ、そうそうそう。でっかいカメラというわけで、うん、あでもなくさまよっているトークなんですけど。ああ、そうですか。これ生放送でやったらいいよね、こういうのね。
生放送でこんな意味もないトークをするの。あかんのか。まあいいけど雑談という目打ったらね。あ、そうやな。いいですけど、でもずっとこんばんはとか言ってるだけやもんな、うん、それやったら、うん、やめといた方がいいな、うん、そういうのはもっと人気でアイドル級になった時に価値が出ることですから、ね、お前ほんまや、うん、何喋ってもいい予算されますから。アイドル級っていうこの年からアイドル級になったらちょっと気持ち悪いな。なるんです。 YouTuber というのは。あ、40過ぎてもアイドルですか。アイドルです。もうアイドルって何なんですか。アイドルって何なんですか。ゆいちゃんももうアイドルいう年でもな、なくなってくる。なんでですか。今回それはあらゆる方面を考えないと今。まず全女性を敵に回して、数多くアイドルファンの方々を敵に回して、申し訳ございません。いや、アイドルってなんか10代から20代前半ぐらいなんかなって僕勝手なイメージあったから、うん、固定概念ですね、うん、今からの女優やんな。アイドルって言えよ。アイドル、アイドル、何歳でもアイドルはアイドルですよ。あ、そうなんや、知らなかった。そっかそっか、俺物を知らなかったな、すいませんね本当に。そっか、うん、ゆいちゃんもずっと投資の勉強やってるのね。そうですね。ほんと、そうそう、できるようになってきた、うん、できるようになってきた。うん、むむ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 。あ、まあ難しいとこあるけどな、そうそう、できるんじゃん。何をですか。トレードとかコーナーとか。コーナーね、うん、まあサブチャンネルでいいからね、まずはサブからコーナー始めてもらって。ほんまやほんまや、やってんの。やりましょう。うん。ゲンさん。やってみたらいいのにな、うんうん、できるようになってきた。でできるようになってきた、そのできるがよく分かんないんですけど、うんうん、ぼちぼちやってます。そうですか。暑かったんや。暑かった。じゃあちょっともう全然話題変わりますけど、うん、昨日6月よ、今6月、5なんで、5日なんで、うん、昨日ジャンプ SQ 発売ですけど、ワールドトリガー救済でしたね。ねえ、うん、いやもう、ワールドトリガーやめた方がいいんかもしれない。え、なんで。ちょっと辛いでしょう。うん、芦原先生ね。芦原先生、腸閉塞。腸閉塞、腸閉塞って何ですっけ。腸が動かんくなるやつちゃうかな。あ、腸っていつも動いてるんや、内臓って。それが止まると超痛いというか。それ一回入院されて、すぐにまた再入院されて、うん、一応ね今回復されたということですけども、うん、うん、あれ結構うちの親戚とかも結構あったんですけど、うん、結構続くんですよね、はいはいはい、うん、だからまあ早い回復をお祈りしてます、うん、まあ、やっぱりストレスとかが大きな原因やと思うんで、うん、もうちょっと S 級でももうちょっと減らしてもらうとか、はいはいはい、うん、2週間に1回とかじゃなくて、 S 級って2週間に1回やったっけ。月1回。月1回か、うん、月1回に結構多めに乗せてるよな。二週、いや最近は1週の2週、2話の時もあれば1話の時もありますね。うーん、一応来月は2話乗せてくれるということで、なんてファン思いの方なんだということで。うーん、誰かとは大違いじゃないか。誰。え、トガシ先生の。そんなことは僕は。トガシ先生のことか。僕は一言も言ってないよ。それは皆さんが思った人が皆さんの心の問題です。なるほどなるほど、うん、まあでも S 級で週間の1本分ぐらいを上げるぐらいのペースでゆっくりやっていただけたらなと思いますよ。そうですね、もう続けていただければもう、うん、それかもう文章だけ原作で映画違う人書いてもらって、それは多分自分のプライドが許さないやつ、ね、あ、なるほどね、うん、そういうことか、うんうんうん、富樫先生も別にそれで全然できるわけですからね。もうね、今できてるって言ってありますから。あ、そっかそっか、うん、描きたいんだ。描きたいんでしょうね、やっぱ自分の絵で。うーん、そこはやっぱ漫画家としてのこのあるんでしょう、プライド的な、うん、興味なさそうやな。お前興味なさそうなことだけはすごく伝わってくるぞ。漫画とかも読まへんもんな。漫画、そうですね、もともと読まないですね。なあ、うん、あれ本とか読む。本は読むよな。本はちょいちょい読みますよ。活字読めるけど漫画読まれへん。あ、でも本も漫画もこの数年ぐらいからですよ。それまでは本も漫画も読みたくない。
あ、G が嫌？ G が嫌、雑誌以外受け付けませんみたいな。インスタ世代やな。まあでもそういう世代が多くなっていくんでしょうね。うん、でも読んだら読めたんでしょ、本なんかでも。そうですね。まあ、本を読まんでいいか、ワードトリガー読んだ方がいいと思う。お、多分それはそうなんですか。ガンムも読み。まあ、ガンムはまあ置いといても、いやいやいや、置いとかんで、置いとかんで、ね。まあ、ワンピースは今から読めとはさすがに言わんけども、ワードトリガー読んどいた方がいいと思う。へ、ワンピースはやっぱりどこら辺まで読んだりかな。僕はグランドライン入れてもらって十分だと思いますけど。あ、そうですか。グランドライン、そうですね、うん、そこら辺まで読んでほしいですね。うーん、10巻ぐらい読んだらもう十分です。じゃあそれぐらい全然もう十分、うん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 、その先に進みたくなければ、その心の厚さがなければもう読まなくていいです。一般常識としての10巻ぐらいまで、うん、そこは大体もう分かります。そうやね、雰囲気、雰囲気分かるし、そうそう、読んでて。カムヨン TV おるんやから読んどかなみたいな。ゆいちゃん世代ってもうスラムダンクとか読んでないやんの。あ、読んでないですね。そんな人やしですよ、今の時代。そうですよ、うんうん、僕もまあ読んでるけど覚えてないけどな、うん、あ、覚えてないですか。覚えてない、うん、いや、それは基本的な話は分かりますよ、はい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 、でもどこの学校、強豪校が出てきて、うん、どんな試合をして、うん、その相手が結構なこういう技の使い手やってみたいなこととか、はいはいはい、どういうセリフがあってとかは、うん、もうほぼ覚えてないですね。覚えてないですか。うん、3のでしょ、最後。さ、最後の、まあ、そうですね。でもどうやって勝ったか覚えてないもん。だってどんどん強い敵出てくるやん、うんうん、実はその強いと思ってた敵は県大会レベルでは実は一番下やったみたいな、全国大会だ ね、うんうん、そういう感じやん、はい、そんなんどんどん強いやつ出てきて、うん、最強のやつ出てくるけど、うん、もうなんかもう分かれへんくなってくる。まあまあまあ、そう、そだってそうしないと物語にならないですからね。そうですか。まあ、スラムダンクはまあそこで終わったからいいけど、そのジャンプ漫画だったらその日本最強と思ったやつがほんの世界で最弱みたいなやつ、ね、そうやな。せやな。あるある。そういう、うん、あ、ジャンプが好きじゃないんか。そう、読んだことないです。手にしたことがないです。知ってる。なんかその学校とかで男の子らがジャンプ読み回してるのは見てたんですけど、うんうんうん、実際自分が読んだことはないですね。毎週送ったのか。めっちゃええ人や。ただのええ人。送りつけてやる。なんか小学校かな、うん、それぐらいの時に図書館でワンピースの。小学校。なんで図書館にワンピースがあるの。え、ありませんでした。あるね。いや、あるの今の。あるね。最近の小学校って漫画めっちゃあるね。なんていい小学生なんだ。ゆとり教育ちゃうか。まあ、逆に言うと漫画が認められてきたということかもしれないですよね。あれもどうかなと思うけどな。図書館で行ってうちの娘とか漫画を借りまくってくるから、うん、漫画しか借りてねえじゃんみたいな感じになるね、うんうん、で本も漫画みたいになってんの。教科書なんかそうなんでしょ今の時って。漫画みたいになってんの。いや、僕知らないですけど、うんうん、なんか、ね、そういうのが漫画っぽくなってきてる。そうそう、うん、映画多い、うんうん、昔と違うよね。昔はもうちょっと本っぽかったよね。まあそうですね、まあ、それが言い悪いは別に分からへんけどさ、うんうんうん、とりあえず学校にあるんですよ。それで読んでた、うん、で、なんかちょっと読んだ記憶あります、ワンピースを。やっぱ小学校やねんなぐらいですね、多分、うんうんうん、僕は大学1年生から始まったかな。大学やね、うん、98年から始まってんけどな。そうやな。年の差感じるの。え、ワンピース98年からなんですか。確かそれぐらいですよ。もうもろ青春時代、僕らで言うと、うんうん、昭和や。昭和か。違う、ごめん、平成ですね。私も5歳ぐらいですよ。あ、そうやな、ね、というわけで、はい、長々とお付き合い。まあ、雑談というのはこんなコーナー。あ、そうですね。多分こんなコーナーだと思う。ちょっと雑談といえど、ちょっとお題を作っておこうか。お題ね、うん、お互いな。お互い。何なんか、体動かへん、引きこもってたら、しょうもないエピソードトーク。次から、体動くからちゃんとエピソードを。ゆうちゃんも引きこもりだけしとったらあかんで。YouTuber のプロと一緒に3つぐらいそういうストックのネタ持ってた。ネタ持ってたな。
か自分で言うのもないけど、あの寝違えてました。というわけで久しぶりのサブチャンネルということで、はいはい、今回は雑談ということで、うん、またやりましょう。またサブチャンネルもメンバー増えたらいろいろやっていこうと思いますんで、ね、また、うん、このサブチャンネルでも注目していただければと思います。はい、では見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。